ならばこちらも切り札を投入するか。まさかあなたが。こいつにはガキの頃からあらゆる殺しの技術を体に叩き込んでやった。そのおかげでな、そいつはその面をかぶると人が変わって見境なく人を殺す殺人マシンになったんだ。なんてことを。やっとわかったか。俺もあんたと同じ多重人格。そうだ。光、私に任せな。今度こそ逃がさない。別に逃がしてもらったつもりはないけどね。ごめん、私の体がついていなくて。そんなこと。私が甘かったわ。父親を殺されたなんていうあなたの嘘を真に受けて。嘘。僕は嘘が嫌いだ。何言ってるの。私を騙したくせに。あの男が僕の父を殺したからです。あの時のあなたの目は真実を言ってると。僕は嘘なんか言っていない。何してる小太郎。とどめを刺せ。父さんはそうやってずっと僕に命令してきた。え？僕はずっとそれに従ってきた。でももう従わない。なんだと？さようなら、お父さん。小さい頃、強くて優しいお父さんが大好きでした。お父さんは僕の誇りだった。でもその強さは人を傷つけ殺すためのものだった。そしてお父さんは僕に自分の全てを教え込んだ。あの時僕の中にもう一人の僕が生まれ、僕の中のお父さんは死んだんです。この貴様。ひかりさん、僕を殺してください。僕の中に生まれ育まれた獣はあまりにもたくさんの人を殺した。罪は償わなくてはいけません。僕はその罪を償わなくてはならない。お願いです。ひかりさん。いいわ、引導を渡してあげる。